1分でわかる白龍の素材回収法。序盤でも入手可能な英傑の服、その英傑の服の強化に必要な素材は白龍から回収できます。白龍の移動ルートは全ての眺望台の上空付近を時計回りに飛んでいます。なので白龍の移動ルートを反時計回りに巡って探していくことをお勧めします。眺望台から飛ぶことによって白龍に近づくことができます。鱗や角は落ちる前に回収できるので白龍に乗ったまま何度でも回収できます。白龍の素材は10分おきに再回収できるようになります。体が光るときが再回収できる合図です。白龍の素材は5種類あります。攻撃する部位によって回収できる素材が変わってくるので、みんなもぜひ試してみてね。